今回渡るのは熊本県を流れる球磨川です。球磨川は球磨郡水上村の石南越及び水上越を源流とし、人吉盆地の田園地帯を西に流れます。人吉市を過ぎてからは九州山地の狭い谷間を縫って流れ、 JR 肥薩線と国道219号が並走します。球磨村の旧線道の付近で流れを北向きに変え、八代平野に出て分流し三角州を形成、八代海に注ぎます。熊本県内最大の川であり、最上川、富士川と並ぶ日本三大急流の一つです。川の延長は 115km で、流域面積は1880平方km です。八代海に注ぐ河口付近には、1000ヘクタールを超す干潟が形成されており、日本の重要湿地500に選ばれています。1年を通じて野鳥が飛来し、その種類は90種類以上となることから、バードウォッチングが盛んであり、重要野鳥生息地にも指定されています。球磨川の語源については諸説ありますが、球磨の支流を持つ川、あるいは川上の球磨郡から流れてきた川として名付けられたとみられています。球磨村のあたりは日本でも有数の急流で、数多くの瀬があります。元は76の瀬がありましたが、ダムができたため、現在は48の瀬となっています。人吉盆地は、第4期の地殻変動で四万十台山地の一部が陥没して形成され、東西約 40km、南北約 10km に及ぶ大きな湖人吉湖を形成していました。その水は、元は南西の鹿児島県伊佐市方面に流れ出ていたとみられますが、周辺の火山の活発な火山活動による噴出物で大口方面への流路が塞がれ、やがて人吉盆地を取り囲む山々の中で低い球磨村の一生地大阪間へあふれ出し、球磨川が誕生したと推定されています。それではご覧ください。球磨川です。ご視聴ありがとうございました。